ステイシーオーモニア犯罪の偶発性1ボルドーを寄港地とする船乗りは誰でもルシアン・フォール街を知っているだろうこの街は世界の至る所の港の波止場付近によくある不規則な街でそのそばに 高い汚らしい家が蜂の巣のように錯装したデュケーヌという小さい袋町があるこの袋町は役人たちや付近の人たちから毛虫のように嫌われているがそれは何もその町の家が汚いからというのではなくただ住んでいる人がほとんど大抵前科者やろつきばかりだからである裁判所に引かれていく人殺しや喧嘩太郎や 脅迫者や頑造者はいつも決まりきってこの不名誉な町に住む男なのだがそれにもかかわらず当局者は手をこまねいて何らの干渉もしないこの区画を監督している警部徒労山などは現状をそのままに捨ておいた方がいいと言っているがそれはまんざら理由のない言葉ではなく実際市内至るところに部来館を散在させておくよりは こうして一つの区画にまとめておいた方が都合がいいのである。仲間の者はいつもケイブ・トローさんの説を笑っていた。彼の説によれば、犯罪には偶発性がある。すなわち人というものは、ある時ある境遇に置かれた場合に、ほんのわずかの動機から知らず知らず罪悪に足を踏み入れるものだというのだ。 すると仲間の者はいつでも「じゃああの羅作をどう説明する?」と反駁するこの羅作という前科者は今57だ生涯の21年10か月を監獄で送った男で今では長年の苦労や激しい感情のために顔がしわだらけになっているがそれでも丈夫そうな根気強い老人だ 彼は十七の年に初めて一人のナ人を殺した。それは、鳩場のそばのちょっとした喧嘩が元になったので、多くの人はラサクに罪はないと言った。けれども、当時の裁判官は、その頃これに似た事件がたくさん起こるので、見せしめのためにでも処罰せねばならぬと言って、ラサクに二年の懲役を申し渡した。監獄を出た時の彼は、 使用のないのたそれからというものはとろ泥棒をしたり肝臓した金を使ったり喧嘩をしたり酔っ払ったりして幾度も行為されるようになったけれどもそれはただ表面に現れた犯罪にすぎない表面に現れた犯罪が彼が陰で犯す罪悪の一部分にすぎないということは 彼を知る者は誰でも知っている彼は悪賢い老人だった仲間の男を斬って体の一部を不自由にしたとしてもその男は後のためを思って口をつぐんでいた彼はまた二人の女を実に残酷に取り扱った事故を犠牲にした親切らしい行いは少しもやらない その上彼には義理なぞの観念が妄想ない。いつも仲間を裏切った。悪いことを考えるのを楽しみにしていた。若い者に悪いことを教え込んでいた。他人が盗んできた商品の売買の世話をしていた。一口に言えば、彼は犯罪の中心人物だったのだ。だから警部とーザ山も、 仲間の者にラサクの話を持ち出されると口をつぐむよりほかなかったこんな悪人のとこに犯罪の空発性が見いだされよう2ある日ラサクは三所と名付けてかわいがっている犬を相手に遊びながら「ほらしっかりしろ」。 元気を出すんだ」と言っていた三所はむく犬とも見えなければ普通の犬とも見えない変な寂しそうな奇妙な犬で大きな感傷的な目をして非常によく主人に懐いていた主人が例の不思議な夜の冒険に出かけて留守の時分などにはいつも殿そばの巣にうずくまって両足の間に鼻を突っ込みながら扉を見張っているが 主人が帰ってきようものならすぐそれと悟ってうれしそうにうーっと一声うなりながら全身の皮膚をブルブル震わして興奮する今日三所が不安を感じているのは煙突が少しばかり壊れてレンガが少々抜けたために穴から近くの屋根が見えだしたからであるけれども時は夏だこのくらいのことは辛抱できるなに 彼が言った。明日は直している今夜はおいしいオムレツがある明日はお前にはハムと骨と俺にはシャンペンが一本だなあ,あどうだいザ今日はおとなしく寝ろ寝ろなあにありゃグロニアルだから心配すんだ。犬は巣に帰った と寂しそうな顔つきのグロニアールという老人がつかつか入ってきた顔は馬のように細長くて目のみが飛び出して頭には白髪が薄く生えている顔が小さい割合に体がバカに大きくたくましくてその態度を見ていると誰でも彼の左手と左の胴が麻痺していることに気がつく 彼のみすぼらしい緑色の服の左の胸には小さいメダルが光っているがこれは彼が十六の時にガロンヌ川に飛び込んで二人の子どもを救助した時にもらったものである彼はどっかと椅子に腰を下ろすとポケットから一枚の汚らしい紙を出しテーブルの上に広げながら「もうすっかりできた」と 打ち沈んだ声で言った。ありがたい。じゃあ図面を拝見しよう。とラサクが言った。これがお前が入る部屋と自動車の車庫だ。運転手は奥さんと駒遣いを連れて今朝ポーに行って3週間経たぬと帰ってこない。主人のドラネルは、 二階のこの部屋にいつも寝るんだが、お前も知っての通り、先生薬ばかり飲んでいるんだから、夜の十一時から朝の四時までは死んだように熟睡する。リゼットともう一人の女中は一番上の三階に寝るのだが、リゼットが寝る前には、 サイダーの中に眠り薬を入れて相手の女中に飲ませると言ったから心配はない家の中にはもうほかに誰もいない犬一匹いないじゃあすこぶるつぼがいいないいとも。 まるで油の入った瓶の爪を抜くようなものだ。自動車の車庫の上の部屋の扉は閉まっているが鍵が昔風の鍵ときているから象牙のつまようじが一つ割ったら開くよ。うんしかしなんだね リゼットは何か報酬を欲しがるだろうね。来訪者はニヤニヤ笑いながら赤いハンを出して鼻をかんだ。なあに。惚れてるんだよ。誰にあのレオンにかいそうさ。だからお前が行くか、それとも、 あの若いレオンを一人で行かせるか考えておかなくちゃならない。あいつはなかなか気が利いてるから、よくお前の言うことを聞くぜ。盗めるようなものはどんなものがあるんだ客間のタンスの左の上から二番目の引き出しには、 家賃を集めた金が入ってる。あいつは小さい家をたくさん持ってるからきっと一万フランはあるはずだ。宝石類のめぼしいやつは大抵奥さんが持って出たらしいがまだ寝室の宝石箱の中にはちょいちょいしたものが残っている。 その他には、タンスの中にまだ古銭が入っているが、その中には金貨も混じっている。そのタンスは図書室にあるんだ。ほら、ここだよ。ねそれから、まだ家の中を探せば、 銀の皿やナイフがたくさん出てくるからそんなものを拾い集めたら一人じゃとても持って帰れないほどあるよ。よしじゃああのレオンのやつを連れて行ってやろう。あいつに今夜12時半あの川向こうの橋のそばで待っているようにと言っといてくれたまえ。 もし時間通りに来なかったら頭をぶん殴ってやるから、そう言っといてくれたまえ。よし、それだけだ。じゃあまあ、うまくやりたまえ。親分、さようなら。三。 若いレオンは自分ではいかにも強そうにしているが実は気の弱い男で今度の仕事だって内心ではビクビクしている彼は約束の時間を待ちながら自分がその夜経験すべき危険な冒険よりもラサクと会わねばならぬことを恐ろしく思った彼はラサクと一緒に働くより自分一人で働く方がいいと思った きれいな手を持った彼は店先でちょっとした品物などをごまかすことは朝めしまえだがまだ夜中に他人の家に忍び込む危険を経験したことがないその上彼は報酬が少ないのが不平だった元来この仕事の大体の策略を立てたのは彼である男に媚びを売ることの上手な中年の女中リゼットに 気があるように見せかけてうまく取り入って策略を立てたのは彼である無論盗むべき品物はたくさんあるだろうけれども彼らの仲間の親分たるラサクに雇われた身の悲しさは盗んだ品物のごくわずかの一部分を金にしたものしかもらえないのだ商品は全てラサクの手に入るのだから彼はいくら予想外にたくさん盗めても多いとは言わないだろう その上グロニアールだっていくらかの分け前には預かるだろうパンジのやり方がすこぶる不公平だ彼は今にしてリゼットとの仲を秘密にしなかったことを後悔した彼の目の前には汚らわしい仕事の光景が躍動したとはいえ今になってはセンすべもないできるだけ仕事に精出すよりほかないのだ 約束の時刻に橋のそばでラサクに会った彼はすこぶる丁寧な謙虚な若者であったその反対にラサクの機嫌はあまりよろしくなかったそして2人は打ち連れながらあまり物も言わずに北の郊外なるドラネル氏の別荘に急いだ夜は暗くてよく晴れていた 目的地に近づくに従って次第に羅作が無口になるにつれ若者の心はだんだん苛立ってきたそしてこんな場合に人が誰でも経験することだが不平が高じるに従ってますます顔にはその反対の色を表して飛び立つばかりにうれしそうな風を見せた彼はいかにも気軽そうに振る舞いこんな仕事ぐらい何でもないという風をした ほとんど浮かれ調子にさえなった。けれども、それが相手の心を喜ばしたかというに、そうではなかった。ラサクは一度ならず、静かにしろと若者を叱りつけた。家の中に入ってみろ。貴様だってそんなに嬉しそうにしちゃいられない。と彼が言うと、だって危なくはないよ。 心配することなんかちっともありゃしない。と若者が何気なく笑った危なくないことがあるがナサクが怒鳴った貴様が考えているほど優しい仕事じゃないいくら用意していても出し抜けに闇の中から思いがけない弾が飛んでくるかもしれない どんなところに巡査が隠れていないとも限らぬ。ドラネルの野郎が今夜に限って眠り薬を飲んでいないかもしれぬ。そしてピストルを握ったまま腰掛けて待っているかもしれぬ。リゼットが主人に密告しているかもしれない。他の女中が物音に目を覚まして、 何も盗まずに逃げ出さなきゃならないようになるかもしれない。自動車が途中で壊れて奥さんと運転手がいつ帰ってこないとも限らん。またたというまく盗み出せたにしても町の角で捕まえられることもあれば明日になって捕まえられることもある。あるいは一週間後に捕まえられるかもしれない。 どんなところからしくじるかもしれないのだ警部・徒さんが腕っぷしの強い巡査を五六人も連れて庭の中に隠れて待っているかもしれないだからそんなにのんきに構えているもんじゃない青2歳のくせにこんな説教を聞かされたってレオンの心が元気になりはしなかった 自動車の車庫に近い塀のそばまで来ると彼は木の葉のようにぶる類をはじめて歯の根をガタガタ震わせだした「ブランディが一杯飲みたいな若者が急に声をかえていった年寄りの前科者は軽蔑の色を浮かべてじっと若者を見つめていたがやがてどこのポケットからともなく瓶を取り出してまず自分でぐっと一杯飲んだ後 相手に渡したそして若者が少しばかり飲むとすぐひったくるように瓶を取ってしまった「ああ登れ!」彼が言ったレオンはもう逃げられないと観念したラサクが若者の足を支えるように両手を出すと若者はその上に登って塀の上によじ登りあとからラサクも這い上がった。 二人はそれから庭の隅に積み重ねた何やら入った袋の上に降りた車庫と屋敷は闇に包まれている辺りはひっそり静まり返ってわずかの物音も恐ろしく拡大されて響く夜だった四。 ラサクは物慣れた目つきで闇に朦朧と浮かび出す車庫の構造を見たレオンはじっと耳を澄ました彼は扉の隙間から家のものが覗いていはしないかと思った一つ二つのピストルが自分を狙っていはしないかと思った胸の鼓動が次第に激しくなる彼は 人の家に忍び込むことがこんなに恐ろしいものだとは思わなかった彼は老人を恨んだなぜブランデーを十分に飲ましてくれなかったのだ彼は急にある誘惑を感じたちょうど老人は向こうに向いて様子をうかがっている今不意に後ろから老人の頭を殴って逃げ出してはどうだろう そうだ。それがいい。彼は自分はとても恐ろしくて、よその家に忍び込んで危険な仕事をするだけの勇気がないと思った。その危険を犯すよりも庭で死んでしまった方がましだと思った。ついてこい車庫の方に忍び足で歩きながらラサクが言った。 レオンは老人の後ろに小さくなって機械が到来するのを待った彼は武器といっては何も持っていないただ空間があるばかりだ眼睛な争サと格闘してはとても勝てないことは彼自身もよく知っていた庭はコンクリートで固めてあるので武器になるべき石ころ一つ落ちていない彼は思った 不意に力いっぱい後頭部を殴ってやろう倒れるまで殴ってやろう転んだら足で力任せに蹴ってやろうナサクは車庫のそばに立ってどこからはい上がろうかと上の窓を見上げているその隙にレオンは素早く周囲を見回したすると壁のそばに短い黒いものがあるのが目についた 小さな鉄管だ。彼はそっと横なりに歩いてそれを拾い上げたするとちょうどその時ラサくが不意に振り向いて「何してるんだい?」と小声で言った「もうグズグズしちゃいられない」彼はラサクの方に近寄りながら「これでも持っていた方がいいからね」と 曖昧な声で言った左利きのレオンはその鉄管を左手に握った何も持っていないラサクは若者の方に近づいた若者がまた言ったどこから入ろう親方彼はこう言えばラサクがまた家の方に向くものと思っていた列島の人間には 自己保存の動物的本能が強いものだが、ラサクもこの本能を働かした。ラサクは何も言わず、とっさに若者目がけて飛びかかった。若者は恐ろしさに声を立てて叫びたかったが、黙ったまま鉄管を打ちふるった。鉄管は何者かに触れたがあまり手応えはなかった。ラサクは若者の顔をしたたかに殴りつけた。 殴られた若者はよろめいた。ラサクはすかさず若者の手から鉄管をもぎ取った。レオンは声を立てていいものなら声を立てて近くの人を呼び起こしてこの恐ろしい老人から逃れたいと思った。ああ、声を立てたい。恐ろしいラサク。どこにいる助けてくれ。助けてくれ。いや、いや。 ああ、神よラサクは庭の隅のゴミ箱の陰に送信している若者の体を隠した格闘は妙に静かに素早く行われた物音といってはただ裏切る若者の頭を殴りつける鉄管の音と二三の低いうなり声だけだった送信してしまった若者は 叫び声を立てることすらできなかったのだサくは壁際の闇に立って耳を傾けた誰かが物音を聞きつけはしなかっただろうか今夜はこれで逃げ出した方がいいだろうか彼は静かに考えた一羽のフクロウが一声静かに鳴いて飛び上がり闇の中を近くのお寺の方に逃げた バカなことをしたものだ。もし捕らえられたらどうする捕らえられたらそれきりではないか。みんなが自分が捕らえられたことを惜しんでくれるだろう。それに自分はまだ長い余命と人生の楽しみがある。彼は一人苦笑した。そうだ。このまま逃げるにしくはない。 彼はまたた。の方へ後戻りしかけたすると急にまた引き戻したいような気がしてきたそれは生活の苦労からかもしれない賭博者が感ずる誘惑かもしれないあるいはまた泥棒に相当した虚栄的なから元気かもしれない彼はわざわざ別荘まで来て中途で何も盗まずに帰るのは育児がないと思った それも困難な仕事ならとにかく、わけのない仕事で、はや万事の手配りが済んでいるのではないか。彼はもうドアの上の寝室に入るべき方法は考えていた。わずか30分ばかりで、数千フランの金持ちになれるのだ。その頃の彼は金に窮していた。若者にはもう金を分配しなくてもいいのだ。 考え直した彼は広い肩を揺すってまた車庫の方に引き返したそれから10分ばかり経つと彼は車庫の上の部屋に入っていたばかりでなく屋敷に通ずる扉の古い異を壊していたもはや彼はすっかり落ち着いていた彼は両手をついて四つん這いになったまま グロニアールにもらった図面から想像して部屋の位置を考えたそれからゴリラのように廊下を張って左から二番目の扉の前で内から響いてくる重い深いいびきに耳を澄ましたドラネルした閉めたそのいびきは催眠剤で眠っている人のいびきに違いなかったいびきを聞いた後 彼は一層強い確信を持って階段を下りて客室へ入り少しの間違いもなく金箱の入ったタンスの引き出しを開けた金箱は思ったより小さかったので音をさして情を壊すよりも箱のまま取って帰ることにして持ってきた袋の中に入れたそれから彼は懐中電灯で部屋の中を素早く見回した 図書室のタンスの中にあった古墳や銀製のちょいちょいした装飾品などを袋に入れた袋を背負わせるには若いレオンがいると都合がいいのだが倒れてしまっては仕方がないけれども彼のためにはあれが当然の報いというものだラサクは大きい銀の食器などには手をつけずただ手近にある小さい「持って帰る」に都合のいいものばかりをかき集めた ただこの23か月の間犬に食わせる豚の骨と自分が飲む古いブランディが買えるだけ盗めばいいと思ったらさくも案外無欲な簡単な男であった袋は間もなくいっぱいになった彼は食堂のテーブルのそばに立ったまままたブランディを取り出して一杯煽ったそれからパチクリ目をしばたたいた もう盗むものはないだろうかあるあるグロニアールが宝石箱の中に奥さんの宝石が入っていると言ったではないかけれども宝石箱はドラネルが寝ている寝室の中に置いてあるのだからちょっと困るそれかといって宝石を持たずに帰るのもあまりに不甲斐ない主人ドラネルは 催眠剤を飲んで死んだように眠っているではないか。今は二時だ。彼は朝の六時までは目を覚まさないという話だ。構うものか。薬を飲むような奴に心配がいるものか。薬を飲むような奴は何もしえないに決まっている。もし起きて騒ぎ出したら、あのレオンと同じように一本見舞うだけだ。 そううすればまた余分のの宝石にありつけるというものだ。彼はまた階段を上った神経がまた針の先のように尖ったドラネルの寝室の扉にそっと耳を当ててみると中では相変わらずいびきが聞こえる彼は静かにハンドルを回して息を殺しながら寝室に入りそっと扉を閉めた。 ここだ彼は信頼を避けるようにして懐中電灯で周囲を照らした寝台の上の主人は不規則な聞きづらい響きを立てている彼は壁を電灯で探って銀飾りのついた化粧台の位置を知った新しい立派な化粧台だくそ一番上の右手の引き出しには鍵がかかっている。 宝石類が入っているというのはこの引き出しだ。情を壊したものだろうか。壊すだけの価値があるだろうか。今までは万事がうまくいった。これだけで帰ってもいいではないか。おそらく目星宝石は夫人が持って出てここにはないだろう。彼は躊躇しながら寝台の方を振り向いた。 超えた金持ちの豚のようなやつが眠っている自分が命がけでこんな冒険を行いながら働かなくてはならぬのになぜこいつはぜいたくに楽しく寝ているのだろう憎らしいやつだ彼はまず肩から袋を下ろして胸のポケットから小さい鋼鉄の道具を取り出した 引き出しを分けるにはどうせ少しは音がするだろうがなあに寝台の上の男は寝台だように眠っているのだから構うものかラザクは床の上に両膝をついて仕事に取りかかった数分間がたった困ったことには丈夫な情でなかなか開いてくれぬ夢中になって情をつついている彼の頭にふと。 それはいつの間にか辺りが静かになっているということだ寝台の上の主人はもはやいびきをかいていない何の物音も聞こえぬサクは今夜この時初めて背骨がゾッとした金箱を袋に入れた時にさっさと出ていけばよかったのだ あまり深入りをしすぎた寝台の上の男は目を覚まして彼がいることを悟っているどうしたらいいだろうおそらく寝台の上の男は拳銃を持っているだろうあるいは格闘の弾になるかもしれないゴミ箱のそばに倒れているレオンと同じ運命にあってたまるものかなぜドラネルは声を立てないのだろう なぜ黙ってじっとしているのだろうサクは身をひくめて床の上にしゃがんだ身をひくめて床の上にしゃがんだ彼は運がよかったなぜというに彼がしゃがむと同時にズドンと一発恐ろしい音がして 玉がちょうど彼の頭のあったあたりの化粧台を貫いたからである運がよかったのだ自己保存の原始的本能がうまく働いたのだ寝台の下に鳥の羽を詰めた枕が落ちた彼はまた一種の本能に駆られてその枕を拾い人間の体のように右手で寝台の足の方に押しやった するとまた第2発の弾丸がそれを貫き化粧台に当たった途端にラサクは寝台の左側に飛びかかりドラネルの首筋をうんと握り締めた格闘はほんの一瞬間に過ぎなかった拳銃がガタリと床の上に落ちた薬剤の中毒にかかっているドラネルはもがきながら何やらあえいでいたが 間もなく寝台の上に正気を失って倒れてしまった盲目的の狂年に駆られた羅作は正気を失って倒れている男を幾度も幾度も殴ったと急にまた彼は気味悪い恐怖に襲われた彼は冷や汗をかきながらまた闇の中に身を伏せた「今度は捕まえられるかもしれない」 と彼は考えた。あの拳銃の音に目を覚ましてリゼットや他の女中や近所の者や巡査が来て俺を見つけるかもしれない盗んだものは捨ててこのまま逃げ出そう彼は残りのブランディをまるで一息に飲み干して危なっかしい足取りで扉の方に歩いた。 家はしんと静まり返っている彼は取っ手を回して廊下に出たするとこの時いつも彼の耳にささやき彼を導く声がまた聞こえた「しっかりしろなぜ袋を捨てて帰る何のためにここに来た!」「親羊を盗もうが子羊を盗もうが」 死刑になる段になれば同じではないか。彼はとっさに後戻りをして袋を背負った。けれどもその手は激しく震えていた。彼は寝室を出かけると、どうしたはずみか袋が寝台の心中に触れて、中に入っている金属がガチャッと音を立てた。彼はこの音にまた肝を冷やした。 今夜はどうかしている。何でもないことに驚きばかりしている。一体どうしたんだろう。元気が衰えたのだろうか。年を取ったのだろうか。無論彼だとて死ぬる時は来るであろうが。おや何だろう。彼は死人のようにじっと戸口に立ちつくんだ。足音を忍ばせながら、 誰やら階段を上る気配がした確かに階段の板がきしる音がした彼はこの音を今まで何度たびたび幻に聞いたことだろうけれども今夜の音には間違いない彼はすっかり元気を失った「今度敵が現れたらもう戦う勇気はない」 俺の負けだ英語のように長い時が経った。すると今度は違う階段の板もきしる音がした。誰だかわからないがとにかく誰かが近づきつつある。彼は一生懸命になって気を引き締めた。もう一つの格闘。たとえそれが自分の最後の格闘になろうとも、 もう一つの格闘のために用意しなくちゃならぬと気を引き締めた。と階段の方から低い女の声がして「レオン?」とささやく「レオン?」一体何のことだろうああそうそう「レオン」といったらあの若者のことだ呼んでいるのはあのバカのリゼットだ 密告者のリゼットだ。リゼットが俺を上婦のレオンと間違えて嫌がるのだ。彼はほっと胸をなでおろした。女というものは妙なところで役に立つものだ。けれども油断してはならぬ。彼女に声を立てさせてはならぬ。レオンレオンじゃないのまた彼女の声がした。 彼は精いっぱいになって自分の声を制しながら「分かってるよ俺はレオンの友達だレオンは今外にいる」女はびっくりして会いだまあ私ちっとも知らなかったわ心配せんでもいいよお姉さん俺はこれから下に降りてレオンのところに行かなくちゃならない 万事うまくいったよ真っ暗闇をいいことにしてラサクは急いで足とをしのませつつ階段を降り下の戸口のところまで来ると振り向いて声を潜めていった姉さんもう10分ばかりたって下に降りてみたまえレオンが庭のゴミ箱のそばで待っているから言いながら ラサクは気味悪いほどの微笑を浮かべたがその微笑が見えなかったのは一時的にもせよリゼットの心の平和のためには幸福だったと言わねばならぬラサクがこの言葉を言ってから四時間の後に リュケーヌの貧民屈なる彼の家の窓下の敷石の上に彼が死体となっているのを一人の巡査が見いだしたがその4時間の間に彼がどこで何をしていたものやらそれを知っている者は一人もいないただ警部徒労山に彼の得意な推理の意図を手繰らせるよりほかないのであるラサク老人は人目忍んで歩くことにかけてはほとんど名人であった 盗んだ2つの柱時計を両脇に抱えながら白昼ボルドーの街を誰にも見つけられずに歩くくらいは彼にとってわけのない仕事でそれが夜ででもあろうものならなおさらであった彼の死体が発見されてから5日目に尋問が行われたが証人の中に誰一人立ち上がってその夜およびその前の日の午後彼を見たと言える者がいなかった。 名誉ある裁判長マキシム・コルベール氏は「うるさそうにしきりに何やら考えながら寒い死体安置所から蒸し暑い法廷に帰った」「たびたび死体を見慣れている彼は死体を見たからといって別に胸を悪くしもせねば興味をそそられもしない」「その上今日の死体は前科者の老人だ彼はただ無用な時間を潰す面倒な仕事と思われるだけだった」 彼の頭には他にもっと興味ある大切な問題があった彼の息子の嫁が今赤ん坊を産みかけているのださて今日の裁判は何そうそうドラネル氏の別荘における不思議な犯罪に関連したテオドル・ラサクという57歳の老人の件だったこのラサクの死体は9日の朝4時15分に アドルフ・ローゼルという男によりてデュケーヌの敷石の上で発見された発見した男はすぐ警察に届けた警部補フロケットは右の事実に誤りなきことを証言したそして死体が発見された場所はラサクの銃かたる5階の屋根裏の窓の真下だから多分自分で飛び降りて自殺したものらしいと言ったそうだろう 前後の事情はすこぶる明白だ。犯罪者の末らはいつも自殺だ全体この男はどんな男だ犯人の経歴を読み上げさせてみなければならぬ法廷に集まる群衆の中から背の高いあごひげを四角に買った警部が立ち上がって厳粛な声で犯人テオドル・ラサクの経歴を朗読した読み方はあまり上手ではなかった 経歴は17の時1人のシナ人を殺したことから始まってそれから数限りなき悪事を重ねているその犯罪と刑罰の数はいちいち数えるのもうるさいほどだ裁判長マキシム・コルベールはいつの間にやら自分の息子と今度生まれるべき初孫のことを考えていた生まれたら電報をよこすだろうか それともも使いのものをよこすだろうか。弁護士は一体何を述べているのだろう突然警部・ーザ山が立ち上がって発言を求めたよろしいトローザンは立派な警部だ彼は徒労山と随分昔から知っていた色々いろいろな事件で顔を合わしたことがある少々理屈っぽいところはあるが根気強い関心な面白い男だ 裁判長マキシム・コルベールは自らトローザンと尋問を始めた証人席から裁判長に向かって挨拶した警部トローザンは下唇の下の小さい白髪交じりのひげをつつきながら考え深そうな灰色の目で一同を見回したトローザンさんこの不幸な事件はあなたの管内で起こったのですかそうですあなたは今 犯人の死体が発見された有様について、ローゼル君とフロケット君が述べられたことをお聞きになったでしょうね。ああ、聞きました。あなたが後で現場の調査に行かれたというのは本当ですか本当です。それはいつ頃のことです ?6 時15分です。調査の結果、ラサクの死因がわかりましたか わかりましたなぜ死んだと思います私はこの手踊るル・ラという犯人は自分の飼い犬の生命を救おうとして死んだものと思いますえっ自分の飼い犬の生命を救おうとして死んだそうです裁判長は一同を見回した 一度は裁判長を見た。そして彼らは書類をつつきながら時々世間らしい目をトローさんの方に注いだ裁判長は軽く咳払いして「なるほどあなたは犯人が犬の生命を救おうとして死んだ」とおっしゃるんですねで、ね、あなたはなぜそんな結論に到達しました裁判長この羅クという男は 自分の犬を非常に可愛がっていました。ちょっと待ってください。あなたはなぜラザクが自分の犬を可愛がっていたという事実を知りましたか見たからです。私は長年の間彼を監視していましたが、彼はいつも犬を飼ってその犬を可愛がっていました。あの男は、 女や子供に対して随分過酷でしたが犬に対しては非常に親切で犬を殴ったことなんか一度もありませんこれは私でなくとも彼の友達が知っていることで必要ならその友達を今呼んでくることもできるくらいです彼は泥棒の際に暴力を用いねばならぬような場合には 決して犬のいる家には入りませんでしたそれからその日はラサクの部屋の煙突が壊れてレンガを抜けて犬が通れるくらいの穴が開いていたのでその穴から隣のハスの座敷が見えました隣に住んでいるフォルパンという御家はあの晩自分方の屋根の上でしきりに犬が鳴くので 三時間も眠られなかったとこぼしています。犬は午前三時三十分頃まで泣き続けていましたが、この午前三時三十分という時刻がちょうどラサクの死んだ時だと思います。ラサクの部屋から隣の屋根に登るには一つの道しかありません。それは、 の窓の下から45度の角度を保ってはすに隣の屋根に登っている雨どいの丸い鉄管です彼はこの鉄管の上に登ることはできても屋根に届くまでは手がかりになるものがほんのわずかのレンガの凹凸より他に何もないのですで彼は屋根に届かないうちに落ちてしまったのです そりゃあ、みんなあなたの想像でしょうね、トローザンさん。いいえ、想像ばかりではありません。あの夜、ラサクが留守になると、動物によくあることですが、その犬が主人の身の上に不思議な危険が迫っていることを本能で知って、非常に不安を感じたのです。 それで何とかして部屋を出ようと探しているとちょうど暖炉の煙突のところに犬が抜けられるくらいの穴が開いていました犬が無理にこの穴を抜けようとすると二つ三つのレンガがまた崩れ落ちましたこれは私が調べたところで確かです斜めになっている急な屋根に出た犬は怖くなりました 屋根に出ることは出ても屋根から逃げ出すことはできません屋根は急な上に夜のことですから冷えていますその上犬は主人が留守なので一層寂しかったのです御ケのフォルパンも寂しそうな鳴き声だったと言っていますラサ君が帰ってきたのは多分3時過ぎくらいでしたでしょう 自分の部屋に帰ってまず気がついたのは犬がいないことです彼は窓を覗いて屋根の上の犬の鳴き声を聞きましたそしてどう助けたらいいかしばらく思案しただろうと思います犬の方でも屋根から覗いて彼を見ましたラサクが危ないから静かにしていろと言っても 犬は急な屋根の縁に立って今にも飛び降りそうな身構えをしました裁判長ラサクは罪という罪は大抵犯した男ですが肉体的の勇気だけは人並みより多分に持った男ですそればかりではなく彼は建物をよじ登ることは得意でしたで彼は窓から這い出して 雨どいの鉄管を伝えかけたのですどうしてそれが分かります私はその鉄管を詳細に調べてみましたその夜はよく晴れて湿気がない上に3日間雨が降らずにいましたラサクは鉄管の上は靴下だけで伝った方がいいと思ったので靴を脱ぎ捨てました 私が調べたところによりますとその鉄管の上におよそ2メートルばかり鮮やかな靴下の足跡がついていました発見された死体も裸足のままです靴は彼の部屋に発見されました鉄管の上を2メートルばかり伝ったことは伝えましたが何分年をとっている上に夜の仕事で疲労しています それでとうとう屋根に届かずにしまったのです。鉄管の上の足跡は今でも残っていますかいいえ。しかし、後々の,の証拠のために部下の三人の巡査に見せておきました。あの次の日に雨が降ったから消えたのです。犬は主人の死体のそばで死んでいました。 犬も屋根から飛び降りてつまり自殺をしたというのですねトローザンはちょっと頭を下げて肩をゆすった彼にも犬の心理まではわからなかったのだ裁判長マキシム・コルベールは大変喜んだそして言葉を極めて彼の証言を感謝した裁判長は不安げにちょっと柱時計に目をくれて それから快活な調子で言った。ラサクは生前ずいぶん罪深い生活をしましたがその死は不名誉な死に方とは言えません裁判長は青白い日光が木の葉を漏れて輝く裏の中庭に出た。 裁判長や弁護士や小遣いや書記や巡査などがあっちにひとかたまりこっちにひとかたまりぞろぞろ歩いている裁判長は一人立ち止まって警部と老山の痩せた姿を認めつかつかと歩み寄ってにっこり彼の腕に手を触れた「いやああの羅作というやつはどうです」「犬を可愛がるなんて」「もっとも犯人によくあることで」 対して褒むべきことでもないですかね。だって、犬のために自分の命を捨てるものは少ないですよ。こんなことを成し得るものは善人になれたのです。それがなれなかったのは、ちょっとした偶然のことからです。と言いますと、トローザンは、ひとしきり近くの礼拝堂のゴシック式の窓飾りを夢見るように眺めていたが、 やがて裁判長の方に向き直って熱心な口ぶりで言ったあなたもご存知でしょうがこのラサクという男は17になるまでは何の悪いこともしなかったのですごく性質のいい子だったのです父親は車大工でした17の時に船乗りになってラ・ティランヌという帆船に乗ったのですところが 公務局の方の都合で出版を24時間延期されましたそれで1時間の暇を得た少年の羅作はドックの辺りをぶらついたのです遊びに行くには金を持っていませんでした私は多分その日はちょうど今日のように空気が気持ちよく透明に澄んで静かなよく晴れた日だったと思うのです 少年は海岸通りを通ってみたり、店の飾り窓を覗いてみたり、ぶらぶらして歩きました。すると、ふとベアール街に来かかったとき、とある路地で、血管の血が一時に逆流するような光景を見たのです。どんな光景ですシナ人が犬をいじめているところです。ああ そうか少年は真っ赤に怒ってそのシナ人と喧嘩をし、つい勢いに任せて撃ち殺してしまったのです。ラサクは生まれて初めて監獄に投ぜられました。監獄というものが、こうした少年をしてどんなに社会を恨ましめる結果になるものかは、あなたもご存知だろうと思います。 それからというものは彼にとって犬というものが区域の象徴のように思われたのです暴虐に対する人道のように思われたのです彼はいつも世間から捨てられた不老人として戦いました気一本で未熟な上に無教育な彼は感じやすい若い盛りに正義の念を迫害され 踏みにじられてしまったのです。つまり監獄が彼を立派な罪人にしてしまったのですね。じゃあ、あなたはですから私は、あのハンセン・ラ・ティランヌが規定の時間に出版するか、または彼が一時間の暇をもらわなかったら、今頃は、 彼が立派な船乗りになっている。少なくも世間というものをまともに見る人間になっていると思うのです。ここですよ。私がいつも犯罪に空発性があるというのは。